Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a story about the mystery of a Mu. What's Tamu Massif Volcano? The largest volcano uh, found quite recently in the Pacific Ocean. This is a story about it. Minasan konnichiwa. Kazan Mu 信じてていいなかったというよりも考えていませんでしたしかし、えー、ギザから45度の線モヘンジョダロから60度の線60.00の線を引いてみたんですねさらにプレイバフィアから60.00の線を引いていました北極に対してですよそれからナンマドールマキ,マキタにあの線を引いてみましたそれからタヒチから、えー、45度こ,のこれはあのー 西の方に45度です。イースターアイ,アイランドから60度、西の方に60.00 60. の線を引いていました。ナスカから60.00の線を引いていました。西に向かってですよ、あの北極に対して。そして、テオジワガンから60.00の線をやはり北極に対して西が引いていました。するとですね、この線がですね、ほぼある一点を示していることが分かったのです。 その一点というのはここなんですね。うん、ータミウ・マセフ火山。まだこの1か月前後に発見された世界最大級の、まあ、火山です。縦が3 0 0ロ、横が2 0 0ぐらもあるんじゃないでしょうか。で私はもう一つの火山について調べてみたんですけども、120という数字に注目してください。下が南極で上がウェストポールです。ここから120点東へ行きますとギザへ行きます。西へ行くと ナスカ、それからイースタート行きます。ずっとこれはまあ以外、まあ、東の方行ったんですね。ギザ、それからモヘンジョダロ行くわけですね。今度はギザから同じく南極に対して120.00の線を引いています。この線はトンコを通り、イン州を通して、そしてクロスポイントチャイナ行きます。日本への基準点です。今度はモヘンジョダロ、南極に対して120.00の線を引いています。この線がですね、 太平洋中で消えるわけですけども、モヘンジョダロガム、それからあのナンマドール、タヒチ、イースタートは一本の直線上にあります。プレアビヒア,ビヒアから今度は120.00の線を引いています。内極に対してですね。そうしますと、この線はですね、まあ、この辺を通っていくわけですけども、えー、手を手を開かないと向かうわけです。ここでクロスするわけですね。 で、今度はイー,イーストポールから同じく120点、今度は線を引いています。今まではこちらの方に引いてみたんですけども、この線はですね、プレハビヒア、モヘンジュダルを通ってギザーへ行きます。このように120という数字非常に重要な数字なんですね。で、今度サウスポールからテオテカンに行った、テオテカンはね、まあこれはまあちょっと引いてみたんですけど、120.00で引いていました。で、この線がですね、や,まあ、ややずれた形であの下の方を通っていくわけですね。 ですから、チョウチョは考えなくていいのかもしれません。今度はナスカから,カから南極に対して120.00で引いてみました。この線はですね、ほぼあの先ほど言いましたように、この直線へ来るわけですね。すると何かここにあるということになってくるわけです。で、今度は北極と南極、そしてその途中に南ンマドールがあります。なぜ南ンマドールかということは何度も話しましたけど、南ンマドールというのは基準点になっているんですよね。 あの太平洋上に非常に,非常に大切な基準点になっています。そしてこの点に何かがあるということなんです。で生通りの真、まあ、北になるわけですね。これがこの交差点でありますけれども、ここのところを見てください。ここに先ほど言いました、えー、火山があるんですね、えー。見てください。33度、北緯33度、えー、東海158度です。ここなんです。 えー、いいですかここに、えー、タミューマセフ火山があるんですね。ですから今私はここでです、ね、120という数字は、まあ、こう非常に重要な数字だということは、1020メンル地図のところを説明してまいりましたけれども、あのー、今ここの辺りにです、ね、あのムー大陸があると聞いても私は驚きません。まあ、証拠をこれからも集めてみたいと思います。Thank you very much for watching. Bye. Hello again, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a sort of uh, additional video to the video number 438, and uh, here is a story about uh, uh, volcano Tamil Massif, uh, the biggest uh, largest volcano in the on this earth. This is a story about it. In this story, I would like to uh, you know that tami massif uh, volcano is not just a great giant volcano but it's, it's got a great mysteries of the world in japanese タミウマシフボルケーノ火山がですね、ただのボルケーノでは火山ではないということを皆さんはこのビデオを通してお知りになると思います。大変な謎が隠されていることが分かりました。で今日の物語はですね、まず各地から線を引いてみることからが始めました。これがギザのピラミッド、第2番目のセガンドピラミッドですね、ここから正確に45度、45.00の線を引いてみました。そしてこの線をまっすぐ伸ばしています。次にですね、 今度は、まあ、次の拠点であるモヘンジョダロからですね正確にこのモヘンジョダロの塔の中心から60.00で、えー、線を引いていましたこれはあの正確に6 0 0 0ゼロもし二つつけてもいいぐらい正確に皆線を引っ張っていました。 Uh, とてもこの角度が重要だからです。そして今度は次ですね。これはプレービーヒアです。えー、先の方には震電があるんですけども、そのあたりからプレービーヒアから60.000 0 00でやはり線を引いていました。60.0 degrees at the head angle of 60.0 degrees, I draw a line toward east. そして次に今度は、これはナマドールですね。身の方にあの人工島がありますが、ナマドールです。このナマドールからはですね、まあ、南に0.00.00で線を引いていました。この白い線がそうです。真っ直ぐ行けば北極行けます。真っ直ぐに下が南極ということになります。 次にですね、今度はモリアーアイランドモリアあの。タヒシの隣にあるモリアイラアンド。これは明らかに人口と造成等です。三角の辺がそれぞれの拠点を示しています。ここからですね、4 3 5度、すなわち反対から見れば45度の線を引いてみました。45.00ですね。あの00忘れましたけども、45.000です。そして次にイースター島です。イースター島からも今度は同じように、えーえー そのこの中心点から60.00ですけども逆に300.00ですね。300.00で線を引いていました。反対から見ると60.00ということになります。この,あの皆さんもイーサートーから正確にあの線を引いてみられると結構かと思います。これはイースターなかですけど、なぜかはですね、赤い点はですね、実はこれあの、あの、 ポイントあの,あの,あの,あの滑走路があるところです。ここから300度、すなわち反対側から見ると60.00の線を引いてみました。こうしてですね、60あるいは45という、まあ、2つの、まあ、60、まあ、反対側から見れば300ですけども、これは手打ち和感ですね。ここからも同じように、えー300 300.00すなわち60.00の線を引いていてましたちょっと見にくいかもしれませんけど、これ紫色の線です。こうして線を8本引いていますと、これらの線がです、ね、1点に集中するんですね。まあ、これからゆっくり見ていただきますが、この点に集中しているのはお分かりになると思います。ここには何かがあるということになるわけですね。 えー、それぞれの拠点からですね、それぞれ決まった、今まで何度も出てきました、60、あるいは300度、あるいは45度という、まあ、線を引いていました。60、えー、という角度はですね、大変あの微妙な角度として、反対側から見れば120度なんですよ。まあ、それいいんですけど、これプレーフィア。これが生ドールから引いてきた線です。それから まあそれぞれの線をこうもう一回この今紹介しているところでこれは対峙ラインですねでこれがみあのちょっと下の方に行きますけど中中分かれラインですそれからこれがイ、e、ースタートから引いてきたイ、e、ースタートラインですね先ほどあの角度で引いてきた線ですなぜかから引いてきた線ですそしてこれらの線が実はここに集中しているということなんですねわかりますか。 まああのエラーあります。それはその通りなんで、なぜかというと、この中心全体がですね、一つの巨大火山なんですね。まあ、あのここの点なんですね。ですから、緯度は33度ですね。で、経度は158度でしたかね。のイーストを取りました。で、この中心点、この赤いところが一番高いところだと思います。じゃあ、なぜこの火山なのかということなんですよね。 世界最大の火山であると同時に、なぜそれぞれの遺跡がです、ね、この線を点を示しているかということなんですね。逆に言いますと、ね、この火山がです、ね、世界の中心であった可能性が出てきたわけであります。で逆に言いますと、そ,うなますからそれぞれの拠点はです、ね、この火山を、えー、行くように、まあ、向かうようにあの位置づけられたということになるわけです。大変あの複雑な作業をあのエイリアンたちはしたことになります。Thank you very much for watching. ハロー、ディスイスヒロシハヤ s ハママセディ、ジャパン。9月6日付でヒューストン大学の W ・セージ r 博士がですねあの、太平洋上に巨大な火山を発見したということを発表いたしました、まあ。20年ほど前から研究が続いていたそうです。この火山の情報は森本様よりいただきました。どうも、森本さん、ありがとうございました。でこの火山はですね、日本の沖1600キロの にあ,るありますで名前はタンミュース・メシフという、まあ、あの火山だそうですけども、まあ、どんどん巨大なんですねまああのなってますか幅だけた縦幅だけでも300キロ横幅が200キロもあるほどもあるようで火,山火星のです、ね、オリンポスターに指摘するほどで大きなまあ あの火,山火山だそうです。その位置をこれから皆さんにお見せいたしますがあのグーグルアース上ではあまりあのはっきりわかりませんねこの中心あたりにその火山があるわけであります緯度経度は、まあ、こ,れこれほど大雑把でもあの見つかりますが33緯度経度をここに示しておきました、えーこ この火山がですね、まああのどういう火山であるかということなんですけども、上があの一,辺一辺というかあの線の幅が200キロですよね。で、緯度経度はここに示してあります。その中心、34 3 3 4度ぐらいじゃないかと思います。そこで私はこの火山からですね、ナスカに線を引いていました。まあ、重要であるかどうかということは、ここでわかるわけですよね。そしてあ、そうしましたらね、ぴったりと重なるあランウェイが見つかったんですね。もう一度やってみますから、見てください。えー このランウェイです。あの前上からこの見るってことがあの重要ですよ。まあもう一度やってみます。サンド もう一回やってみますので、あの皆さんご自身で確認してください。この火山を示す直線がナスカにはあるということなんですね。井戸系統はここに示しておきましたから、ご自身でご確認,ご確認ください。そこで、まあ、この辺りに一番関係ある遺跡といえば、モヘンジョダロ。京都あのこ古代遺跡ではね、モヘンジョダロの塔の中心から60.00で線を引いていました。ここが重要なんですね。ここから60.00で引くんですよあの。火山から引くんじゃなくて、あのモヘンジョダロから60.00 000で引きますと何とあろうことがですね、まあ、誤差はエラーはこの程度ありますけれども、1 0キロ、2 0キロのエラーはもうこの場合は関係ありませんね。でこれはもう変状度だから引いてきた線ですけども、ま直線に、というかほぼ真直線に火山に直撃するわけです。で下の線はですね、やはり60.00でプラビヒアから引いてきた線です。 で今度は、えー、やっぱりこれ、多少エラー出ますが、まあ全体、火山の大きさから考えるとエラーの範囲には入りません。ナスカからはですね、なんと皆さん、300.00でここへ来るんですよ。300.00です。で、この真上が北極で、真下が南極ですけども、その途中にナンマドールがあり、その上に、先ほど言いましたあー、火山があるわけであります。ここですね。 えー、そしてこの線はですねイースター島から同じく300.00で引いてくださいんです。300.00ってことは北極大使 60, 60度なんですね、皆さん。クスからあの、4カ所は60、60、60、60という数字でこの場所を示しているということなんです。ただギザだけはですね45度です。45度でここをやっていきます。度ですギザの2番目のピラミッドからここを引いて45.00で線を引いてみてください。みんなこの線がここへ集まるんですね。でこの この幅幅がが約約キキロロでですす火山の大きさが3 0 0キロ2 0 0キロと比べますと、まさに誤算エラーの範囲にも入らないというか、巨大な火山を、まさにその中心部を目指しているということなんです。まあ、このようにですね、あのまあ、この9月6日に、まあ、ヒューソン大学の w セイジャー博士によって発見された言いますかこあの火山はです、ね、世界最大級で、 火星のですねオリンポス山にも指摘すると、そういうような、まあ、あの巨大な火山であることが分かったわけであります。もう一度距離を確認していきますと、200キロですこの幅が200キロですこのクレー線の幅が200キロですよ。ですから実際には300キロ近くあるんじゃないでしょうか。そしてこれはですねまさに地球の中心部であった可能、中心である可能性が出てきましたね。今まで何度もあのエイリアンを研究してあの、調べてきましたけども、行き着くところはいつも火山なんですよね。その中でも最大級の火山であるということなんです。 で、もう1。とこの100キロ四方のあの。 距離を見てくださいでこ,れこれが100キロ四方です。そしてそれぞれの線は今お見せしましたように線がここにずっと重なってきているということなんですよね。これは偶然の位置でしょうか、それとも意図的なさあいわゆるその配置なんでしょうか、それは皆さんのご判断にお任せしますが、まあ、ここまで,です、ね、あの60、60、60、60と4つの数字が重なってこの火山を目指しているということになりますと、これはもう、ま無,まあ、無視できるあの偶然ではありませんね。森本さんどううもありがとうございました えー、まあ、このさらにねあの詳しくは、これこうこう、まあ、こまうしてあの1つずつあの謎をつの謎解きを積み重ねていきますとあのやがて謎が解けるときがやってきます。まあ、今の言った数字はここに示しておきましたからあの必要な方はビデオを止めてご覧ください。な、ま、生、あ、ドールれから大地イーサートも一直線につながります。その先にガムガムがあり、その先にもう返事ドラがあります。ただあの ハワイからあのギザはややずれますのでご注意ください Thank you very much for watching and see you next time. Bye.